僕の好きな言葉に吉田松陰のこの言葉がある。夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし。ゆえに夢なき者に成功なし。この遠い過去から受け継がれた思いに、もう一度僕の思いを乗せて、お前に届くことを心から願う。姿勢とは、いわば覚悟。日々の積み重なるもの。人生は、突然何が起こるかわからないからこそ、その瞬間瞬間における自分の姿勢、覚悟とも言えるものをしっかり持たなければならない。覚悟なき人生に、悔いなき人生なし。後悔などなるべく少ない方がいい。どうせなら笑って生きた方がいい。愚痴をこぼすより感謝の言葉を漏らす方がいい。誰かを責める言葉より誰かを救える言葉がいい。敵を増やして死ぬことより死んでも最後には笑顔で見送ってくれる仲間が多い方がいい。僕の年で人生を語るにはまだ早いのかもしれないが、今のところ僕が理解していることは、人生には確固たる覚悟と姿勢が必要だということだ。お前に確固たる覚悟と姿勢があれば、お前は何にでもなれる。